綴れない聞かせてくれる。とてもわがままな私に、とてもあの人は優しい。多分周りの誰よりも、とてもあの人は優しい。恋人がいます、恋人がいます。心のページに綴りたい。恋人がいます、恋人がいます。けれど綴れないわけがある。私みんな気づいてしまった。幸せ姉妹の舞台裏、電話してるのは私だけ。あの人から来ることはない。見せればおどけながら合わせてくれる。部屋を訪ねてもいいかしらと一度聞いてみるつもりです。きっとあの人はダメだとは言わないだろうと思います。あの人から来ることはない。